市林寺は、慶尚北道慶州市にある、仏教寺院。韓国仏教会の最大勢力である、宗慶州の第十八教区本寺である仏国寺の末寺である。日本統治時代は、朝鮮三十一本山の一つだった。天竺人の光優が林寺を創建したことを、もって、市林寺の創建としているが、創建年は不詳である。643年に、 華厳州の僧侶の元赤月が再建し、林出らを支林寺指に改名した。白木の新門王が、東海で海流に化した秩父文武王から一万羽、息ぶれという笛を得て、王宮に帰る途中、支林寺の西側の小川のほとりでしばらく休んだという、記述が三国維持の中にある。なお支林寺は、文武王領の近くにある。李氏朝鮮の体操による1407年の、 仏教弾圧の際、存続を許された八十八人員の中に、支配師児の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際は、存続を許された三十六人員の中に、支配師児は含まれ、前週の十八人員の一つとして存続した。百九十二年から百九十八年に行われた日民戦争の際、 支配や支持は戦略的要衝で総兵や義兵の拠点になった。なおこの時消失したという記録はない。1863年の火災で多くの建物が消失したが、1629年建立の大弱光殿は消失を免れた。日本統治時代の1911年、寺節令施行規則によって朝鮮三十本山に指定された。 仏国寺クは、支配師の末寺だったが、現在は、立場が逆転している。支配師寺の末寺だった頃の仏国寺。ありがとうございます。